侍ジャパン万波が異次元の豪快フリーバックスクリーン直撃に秋広ら衝撃。門脇、打撃は半端ない人ばっかりで、打ちたくなくなるぐらいの力の差がありました。万波はやばいです。あれはやばいです。秋広、打球の質というか、スイングもすごいですし、すごい打球スピードだったので、すごかったっす。大谷翔平のバッティングに驚いてた万波が、今度は他の選手をバッティングで驚かすなんて成長したよな。矢野剣継ぎの元で育った万波、やっぱり違うよな。パワーは申し分なし、本戦で存分に暴れてくれ。今回はまだ若手のお試し代表だけど、万波ならフルの代表でも通用するどころか主力になれるポテンシャルはあるな。1年の夏の神奈川県大会で豪快なバックスクリーン弾を打って当時からドラ1候補と騒がれてたよな。初の侍ジャパン選出、攻撃に守備に思う存分暴れてほしい。先日生で見たけど、サラブレッドのような下半身だったテレビでは伝わらない体格の良さが見れたから納得だわ。ハムに入団して早々の春季キャンプでバット何本折ったことか、こうしてジャパンユニフォームまで着れて嬉しいなぁ。万波みたいなアスレチックなプレイヤーはなかなかいないから見てて楽しい。日ハムは地の利を生かすため、エラーをなくすために春季全キャンプをエスコンでしてほしい。タッパがある万波、秋広、佐藤が並んで打順組むとなかなかの迫力になりそうだな。秋広が目指すのは駒田コーチ、ボールを飛ばす必要はないけど万波より打率2分高くを目標に。もう名前からしてただものではないと思った。新庄監督の背番号1を継承するのは万波くんしかいないな。新庄の指導ではなく米国のドライブラインの賜物でしょ。新庄監督の指導なんて昭和の指導。みんな聞き流してる。万波はパワーもあって柔らかいけど、それより肩がやばい。体はまだ細いよね。これからどこまで成長するだろうか。来季は40本以上でキング。